皆様こんにちは。神楽崎谷夫チャンネルの神楽崎谷夫です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はですね、巣鴨駅から元蓮沼駅まで旧中山道を通りながらお散歩していこうと思っております。巣鴨地蔵通り商店街、庚申塚、板橋宿、中宿など様々な下町風情が楽しめる通りとなっております。それではどうぞご覧ください。ここは通りの中でも有名なトゲ抜き地蔵尊、高岩寺の本堂のあるエリアでございます。病気平癒の御利益があることで有名な寺ということになっております。ですのでご年配の方が結構この通りにはいらっしゃるということが有名ですね。おじいちゃんおばあちゃんの原宿なんていう言葉が出てきたのもここがゆえんということになります。
Thank you.
ここで菅文字蔵通り商店街は終わりということになりますが、この後庚申塚の通りになっていきます。ここは都電荒川線東京桜トラムの庚申塚駅の周辺ということになります。皆様、前方をご覧ください。踏切のようなものが見えてまいりました。こちらが都電荒川線、通称東京桜トラムの線路となっております。画面左側方面が早稲田方面、画面右に行きますと王子や三ノ輪橋方面の、ルートということになっております。はい、都電荒川線庚申塚駅に到着しました。こちらの駅ですが、都営三田線からは離れております。最寄り駅は新庚申塚という駅名になりますので、降り間違いや乗り間違いには十分気をつけてください。なお、新庚申塚駅と西巣鴨駅が接続駅となっております。それでは都電荒川線が来ましたので、少し電車を眺めて休憩しましょう。川線の電車の風景はいかがでしたか。それでは散歩を続けてまいりましょう。
ここで明治通りが見えてまいりました。こちらを左に曲がりますと池袋駅方面、右に曲がりますと飛鳥山や王子駅の近くに行くことができます。明治通りを渡り切りますと、今度は北区に突入いたします。こちらの通りの名前は特にございませんが、旧中山道となっております。
再び踏切が見えてまいりました。こちらは JR 埼京線です。かつては池袋と赤羽を結んでいた国鉄赤羽線を引き継ぎ、現在は埼京線の路線として利用者が多くなっております。北区はこちらまでとなります。この踏切を渡りますと板橋区に入ってまいります。Thank you.
こちらは下板橋通りを渡り切ります。下板橋通り、こちら左曲がりますと東武東上線下板橋駅の方に向かうことができます。こちら直進をしたかったのですが、途中首都高速や道路がありまして直進することができませんので、迂回路を取って、ルートを変更しながら進んでいきます。大きい橋脚と大きい通りが見えてまいりました。下の道路が現在の中山道です。上は首都高速道路となっております。この首都高速道路と中山道を一旦渡りまして、旧中山道の続きの道路に戻る形となります。
回路より旧中山道に戻ってきました。これより板橋宿、中宿を通り、元蓮沼付近まで散歩いたします。Thank you.
王子新道を抜けますと、今度は板橋宿から中宿に変わります。
橋のようなものが見えてまいりました。こちらが板橋区の名前のルーツになっております板橋となります。石神井川に架かる橋だそうです。現在はコンクリート橋になっておりますが、太古の昔は木の橋が架かっていたそうです。ここで中宿エリアは終わりまして、板橋本町の商店街のエリアに入ってまいります。
こちらの右側にありますのが縁切えのきと言います。街角に立つ小さな神社だそうで、縁切や縁結びの祈願のため参拝者が絵馬を奉納することで有名なところだそうです。正面に見えてきました歩道があります。この上をかかっている橋はですね、環七通りの橋だそうです。
ご視聴いただきありがとうございました。都心でお散歩してほしい場所があれば、ぜひリクエストをお願いいたします。神楽崎谷雄チャンネル、本年もどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価をぜひともよろしくお願いいたします。神楽崎谷雄でした。